はいはい、何度もお話ししてますけれどもね、私たちの言葉は作る働きがあるんですね。で、言葉を変えると私たちの心、意識は作る働きなんですね。で、私たちは過去は終わってしまったので、過去を作り変えるわけにはいかないんです。でも今といったその今のこれからは私たちは自分で作るんですね。作ってるということですね。ですから、例えばうまくいかなかったことが起きたとします。あるいは自然災害なんかが起きたとしますね。で、私はその時に過去をあんまり振り返らない。なんでこんなことになったのと考えるよりも、面白いね、よし、やってやろうとこう感じるんですね。そして、私は江戸川慶次郎さんなんで、何が、私にとって今必要なことかというのを、すぐわかる。もう一言で言うと、そのことについていつも感じているからですね。何かあった時に、私は素晴らしい展開をするぞ、皆さんのお役に立つぞといつも言ってるから、すぐどうしようということになるかな。要するに動転しないということですね。これも大事なことを言うと、今こう YouTube で私の姿を見ているので、こう言ったらいいかな。とんでもないことがなんか起きたらね、私はこうに、こうやって前へ行くんですよ。逃げない。逃げない。前へ行くかな。もちろん前へ行けなかったら、こう横にかわしていくかな。見ててお分かりいただいたと思うけど、逃げるっていうのはこうやって逃げるんですね。こうやって逃げる。例えば怖いってこうやるんじゃないですかね。私が怖いもの見たら、え？何が起きたの？とこういう感じなんですけどね。え？こういう感じですね。それで、それが自分の、影響力で起きてると分かったら、ごめん、謝ってね、すぐ感謝する。だから感謝して、きっといいことあるぞって3回やる、言いましたね。はい、はい、はい、とこうやるんですね。で、対応してるんです。そして、このことね、なぜかというと、人間っていうのは自分の今も、はいはいはい、これは聞いてくれる。宇宙ゼロの話しましたんでね。宇宙ゼロも、これがね、何億年という歳月の中で人間を助けてくれた素晴らしいもんだと知ってるから、そういった気分で感謝しながら、こうやって信頼しながらと言ってもいい。感謝しながら、つけているのでよく聞くんですよ。で、自分の人生もそうなので、これからどうなるんだろう。こういう感じ方はしないかな。で、お若い方も、これから年を取るという言葉は必要ありません。これからこう生きるぞ、こう生きるぞ、こうして皆さんのお役に立つぞ、というのを具体的に感じているということですね。幸いにして私は、何度も言って、ごめんなさい。とんでもない家庭に生まれて、とんでもない育ち方したんでね。人間とは何かということを追求してきた。それで、その途中でですね、私は皆さんの困っている人たちのお役に立とうとして、いわゆる治療師になった。もうありがたいですね。治療師になってまたね、もう50年近くなってますけれども。で、このように自分の先先先をいつも意識してる。いつも感じている。そのように生活している。そのように言葉と、ね、態度で動いている。さらに言うと、食べるものも、それにもうずっと統一してるんですね。ですから私は、あまり食べるもののことは強く言わないけれども、何度も言ってる、ご存知でしょうね。菜食主義者です。菜食主義者。で、自分の血液をアルカリ化してるんですね。ですから、私は風邪をひかないと、こういうことです。ただ、これ、マスクしてるのは2つ理由があってね。虫に刺されちゃってひどい目にあったんで、こうカバーしてる。
それからもう一つですね、こうした私を通して無意識に細菌なんかに、まあ、ウイルスに感染してるといけないので、で迷惑かけないようにマスクしてるわけですね。これなんかでも前と見ながらやってる一つの表れです。はい、自分の未来は皆さん自分が作ります。で福田の未来、人間と福田貴則の未来はあとね100以上生きたとしたってもうこうやって手の中収まっちゃうぐらいですよね。でも私はもうもっと先見てるの、もっと先見て生きてる、はい、